天草が用と天草が用とは山梨県海市天草麻北側にある遺跡。白宝器にあたる七世紀代の河原釜跡。山梨県指定史跡で出土品61点は県指定文化財。所在する海の市天草は甲府盆地の北西端に位置し、茅ヶ岳南陸にあたる。南流する九川と荒川に隠された絶上大地上に立地し、 標高は340メートル前後。茅ヶ岳南緑の斜面台地上に立地し、西側は、九川により改作され、旧街になっている。九川、荒川に隠された海の島、ま、上城、中下城、大下城一帯は、島三条と称され、大下城には、弥生時代の集落遺跡である金納遺跡が所在し、同じく大下城には、奈良、 平安時代の集落遺跡である松のお遺跡が所在するなど、古くから定住が行われていた地域であった。中世には、松尾車両である、島僧が成立し、島三条地域を考えする上城関が開発される。海の国史によれば、海の市天草は近世には、駒郡北山筋に属する。天草沢がよ跡の東には、当地の鎮守で、 芋の職人の信仰を集めた金山神社があり、天狗沢は島山上地域から洪水被害により移転した中世以来の集落であるという。天狗沢が用後の所在する茅ヶ岳南丹大地では草園が営まれており、茅ヶ岳南六の貝野市流寺でも近代に至るまで河原生産が行われている。古代貝野国においては6世紀中頃に仏教が伝来し、 盆地各地の有力豪族層に受容されている。政治的中心地である盆地東部では山梨郡に否定され、さらに近接する甲府市川田町には寺本廃寺へ河原を供給した川田が用跡がある。天狗沢が用跡は盆地西部の駒郡に位置する河原釜跡で供給先の古代寺院は不明であるものの、駒郡における古代河原の生産地として注目されている。 海野市天狗沢軸においては、昭和戦前期から古代瓦の表面採取が報告されており、旧式島町時代の1986年には、当地での桑畑会食の際に野木丸瓦など、大量の古代瓦が発見され、県内における初めての白宝器が用跡の発見となった。翌1987年5月から3時にわたり、 四季島町教育委員会による発掘調査が実施され、帝京大学山梨文化財研究所において、出土遺物整理、遺物の自然科学的分析などが行われた。遺構として三基の釜跡と五本の溝し、釜跡全体を取り巻く大溝や、遺物の集中する方形縦穴状遺構などが発見された。三基の釜はそれぞれ形態が異なり、 出土した河原の文様や水液の検討から数十年単位で時間差があり、1号用、3号用、2号用の順列が想定されている。なお、1号用と3号用は同時期に創業していた期間があったと推定されている。1号用は全長9メートル、幅80から90センチメートル。傾斜地をトンネル上に改作し、小西部である床部には河原を並べる7段の 階段が設けられた地下式油断のボリガマ。依存状態は良好で、天井と沿道部分は崩落しているが、小西部と年少部、灰原が良好な状態で現存している。釜の周囲には逆有事の溝や水抜き口が確認され、内部からは瓦や水液などの異物が出土しており、瓦と剣業用であったと考えられている。二号用は一号用の西側に位置し、 一号用とは年代差があり、一号用周囲の溝を埋め立てた上に造成されている。二号用は全長3メートル、幅1.8メートルの半地下式のボリガまで、天井や壁体部分は作閉されている。二号用湿度の平側ら外面、孔目は格子状で、板目の一号用との時間差が認められる。三号用は一号用の北東に位置し、全長5.3メートル、 1> 幅1.2メートル、半地下式の上り窯で、階段はない。天井や壁面は作閉されているが、灰原の排水以降が残る。床面からは河原安駅が出土している。また、釜場全体を区画する大溝は幅2.4メートル、深さ0.9メートルの V 字型をしており、3号用の創業以前に改作されたものであると考えられている。 出土下の木丸瓦のガトウモン用は終焉部が疎遠のオーベンタイプと終焉部が遊段のタイラタイプの2種があることが指摘される。両者は流線でレンゲ文の花びらを区画する特徴が共通することから本来は同版であり A 版から B 版への改変が行われたと考えられている。A 版のガトウモン用や製作技法は 長野県安曇野市赤品に所在する赤品廃寺や、岐阜県日田市古川町杉崎に所在する杉崎廃寺から出土した古代河原との類似性が指摘される。素形は近畿地方に求められており、滋賀県大津市に所在する衣川廃寺のモチーフが、赤品廃寺、杉崎廃寺の東山道ルートを経て、天狗沢が用へ到達したとする説がある。古代海の国においては、 海の国府の所在地である、山梨郡にあたる笛吹市春日井町の寺本廃寺や、笛吹市市宮町国分の海国分寺、国部山寺の出土がーとも異なる様式であることが指摘されている。ありがとうございます。